マリサ、鹿島建設が何やら謝罪をしているわ。何やら工事関係者が、お住まいの方に礼節を欠いた不適切な表現で、情報交換をしていたようなんだ。これについては加藤国土交通大臣から、誠意を持って対応するよう指導があったらしい。あらや、内容はわからないけど、いろいろありそうね。それだけじゃない。鹿島建設は過去にも様々な不祥事を起こしている。気になるわ。今回は、日本の建設業を代表する企業、鹿島建設の問題を深掘りしていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは鹿島建設について、おさらいしていくぜ。お願いするわ。鹿島建設株式会社は、東京都港区に本社を置く大手総合建設会社、いわゆるスーパーゼネコンの一つだ。一応確認するけど鹿島じゃなくて、鹿島でいいのよね。J リーグ鹿島アントラーズのイメージが強いから、よく間違えられるが、正しくは鹿島だ。創業者一族である鹿島家から取ったものだぜ。地名じゃなくて人の名前なのね。日本のゼネコンの中でもグループ会社が多く、国内外で230以上のグループ会社を持っている。そんなにたくさん。会社の格式、規模も他社よりワンランク上と言われているんだぜ。すごいじゃないの。さらに過去に日本トップの売上高を記録したり、日本で初の高さ100メートル以上の高層ビルを建設したことなどから、業界のパイオニアと呼ばれているぜ。様々なことに挑戦している企業なのね。鹿島建設の強みはなんといっても総合力の高さ。企画から設計、施工、建物竣工後の管理に至るまで、高いレベルの専門家たちが日々連携し合い、世界で活躍できる企業に成長したんだ。プロフェッショナルの集まりってわけね。施工実績だってすごいぞ。両国国技館、フジテレビ本社ビル、国立新美術館、霞ヶ関ビルディングなど、誰もが一度は見たこと、聞いたことがある建築物ばかりだ。歴史を感じるものから近代的なものまで、すごいわ。スーパーゼネコンの中でも、ワンランク上の企業と言われるだけあって、24年3月期の第2四半期決算では、単体の営業利益で前年同期と比べ、他の4社がマイナスの発表だった中、45.2% 増の526億円を叩き出したんだ。独走状態じゃない。さらに鹿島建設は国内向けの土木事業、建築事業ともに、大型工事の施工が順調なことから、今後の売上高、売上総利益の増加も見込んでいる。ますます楽しみね。コロチャンカによって、新規受注や施工に影響が出ていた、2019年度以前の水準に戻りつつあるようだぜ。どこをとっても、鹿島建設ってすごい企業だわ。鹿島建設に勤めていますというだけで、本人も家族も誇らしいでしょうね、きっと。ところが最近、そんな鹿島建設ブランドに、泥を塗ってしまうようなトラブルが発生したんだ。一体何やらかしたの？ことの発端は2020年10月、東京都調布市の住宅街のあちこちで、陥没や地中の空洞が見つかったんだ。他にも市役所には陥没が起こる前から、家が揺れるなど、住民からの連絡が相次いでいたんだ。何が起きたの？どうやら東日本高速道路が行っている、東京外郭環状道路の、トンネル掘削工事が原因らしい。どんな工事なの？関越自動車道と東名高速道路の間、約 16km のトンネル工事で、地下 40m よりも深い場所で、工事が進められているんだ。家の近くでトンネル工事が進んでいたなんて、びっくりするわね。住民からの声もあり、工事は一時中断され、その補修工事を請け負うことになったのが、鹿島建設を中心とした共同企業体、ジョイントベンチャー、以下 JV だ。鹿島建設以外に、いくつかの企業が協力して補修工事を行うのね。問題はこの JV の関係者が集まった、グループチャットアプリで起きたんだ。一体どんな問題が起きたの？そのグループチャットを使っていた関係者が、住民や家を無断で監視、撮影していたという、疑惑が浮上したんだ。住民を監視していたの？しかもその内容が、あまりにも住民に対して失礼な言葉のオンパレードだったんだ。どんな内容なの？まずは住民やマスコミの動向を追ったもので、反対派、緑地に向かったようです。マスコミ車、バツバツパーキングに駐車。というもの。他にも、特定の人物の名前を呼び捨てで、〇〇来ています。お気をつけください。なんだか、見られるとまずいことをしているような書き方ね。そして住民の日常を切り取ったようなものまで、〇〇の奥様、2F ベランダからお覗き中。バツバツさん、三角三角橋をなんか、散歩か？苦情声かけなし。
ベランダから工事を見ていて何が悪いのよ。邪魔をしているわけでもないのに。さらには工事や自分たちの立ち振る舞いに対して、苦情を言ってきたと思われる住民を揶揄して、仕事よりもクレームで稼ごうとしてます。例のバツバツおじさんですね。自分の知らないところでそんな言い方されてたらショックだわ。グループチャットの本来の目的は、現場周辺の住民に対し、騒音や振動が迷惑になっていないか、現場周辺で見学している人の安全は、確保できているかなど、工事現場周辺の状況を関係者同士で、共有するためだったんだ。住民の安全のためだったのね。A 地点に人がいます。危ないので注意しながらの作業をお願いします。バツ時からバツ時は作業中止。こんな風に情報を共有するためのもののはずだったんだ。報道を受けて現場の調布市も、住民に対する礼節を欠いた表現を用いて、情報交換が行われていたことは、極めて遺憾であり、強く抗議する。工事に従事する全関係者に対し指導を徹底し、住民に誠意ある対応を行うことを強く求める。と、強い言葉で国土交通省らに要請書を提出したんだ。それを受けて、斉藤鉄夫国土交通大臣は、東日本高速道路からの報告を受けたことを明らかにし、周辺住民に対して、礼節を欠いた表現を用いていたことは不適切だった。発注者である東日本高速道路に対し、施工業者とともに、住民の皆様に誠意を持って丁寧に対応するよう、指導しているところだ。と述べたぜ。ああ、お灸を据えられてしまったわね。そして住民からも、安心して過ごすためにも、詳細を説明してほしい。という声が上がったんだ。当然よ。どこかで説明の機会はあったのかしら？ああ、国会議員や地方議員、住民や報道関係者のほか、事業者側からは国土交通省、東日本高速道路の担当者が出席して、聞き取り調査が行われた。あら、鹿島建設からは出席がなかったのね。東日本高速道路の担当者が、鹿島 JV からの回答を代弁したぜ。どんな内容だったの？それによると、報道にあったグループチャットのやり取りは、安全管理のため、盗撮、監視目的ではない、誤解など、説得力に欠ける主張ばかりで、議論は平行線をたどったんだ。何それ、回答にも謝罪にもなってないわよ。当の鹿島建設はというと、チャットの使用を認めつつも、深く反省するとともに、不快な思いをされた方に対し、衷心よりお詫び申し上げる。誤解されるような行為、不適切な表現での情報交換、これらを厳に慎んで再発防止に努める。というお詫びの文章を、ホームページに掲載しただけだった。これじゃあ住民は納得いかないでしょ。その後、以前から設置されていた東京外郭環状道路の相談所に、この問題に関する問い合わせ窓口が開設されたぜ。質問があるなら直接足を運んでくださいってことかしら。ああ、鹿島 JV の担当者が、個別の問い合わせに答えるという形式を取ったんだ。なんだかめんどくさいわね。相談所を訪れた住民は、チャットでやり取りされた個人の情報を、少なくとも本人に開示するよう求めたが、対応した担当者は、チャットの内容には、企業の内部情報が含まれるため応じられない。と、終始頭を下げ続けるだけだったらしい。結局モヤモヤは残るのね。最初の陥没からすでに4年近く経ち、単純な修復工事なら道を通行止めにして、夜間の作業で早い復旧も望めるんだが、現場の目と鼻の先に住宅があり、限られた時間しか作業ができない。生活圏でこんなことがあるなんて誰も思わないわよ。その結果、この地域では工事車両が日常の中にいること。工事関係者と住民が情報交換するのが、もはや日常的になってしまった。中にはすでに引っ越してしまった人もいるんじゃないかしら。ああ、工事のために約30件の住宅のうち、半数以上と買い取りや一時移転の交渉があり、2023年末まで22件が転居、建物が解体されたそうだぜ。念願のマイホームとかもあったんじゃないかしら。かわいそう。予定のなかった補修工事が行われることになり、工事関係者、住民はそれぞれが、複雑な思いを抱えつつも、一定の距離を保ち、それなりにバランスも保っていたはずだった。この人、私のこと見ているかもしれない。こんなこと言って、嫌なやつと思われないかな。など、今では工事に関して聞きたいことも、聞けない状況になっているんだ。ただでさえ不安定な関係性が、崩れてしまわないか心配だわ。実は、鹿島建設はその他にも、様々な不祥事を起こしているんだ。なになに、まだ何かあるの？2020年2月、仙台国税局の強制調査が行われ、
鹿島建設東北支店の元営業部長が、複数の下請け業者から受け取った約2億円を、税務申告していなかったことが分かったんだ。それって脱税ってこと？これを受けて、鹿島建設側も社内調査を行ったところ、この元部長は他にも、過剰な接待を受けていたことが判明。2020年12月に懲戒解雇処分となっているぜ。ひどいわね、元部長はどういう人なの？元部長は2015年から、鹿島建設本社の土木営業本部に所属し、2016から2018年には、鹿島建設を代表企業とした JV の所長として、国からの依頼を受けて、東日本大震災における福島県富岡町の、被災した建物解体工事を、受注していたんだ。富岡町は東日本大震災の時、福島第一原発の影響があった地域の一つね。この JV は鹿島建設、三井住友建設、飛島建設の3社によるもので、下請け企業も200社を超える。本当にたくさんの人の力で、復旧に向けて動いていたのね。その中で元部長は、下請け参入を希望する業者が提出した、見積書の審査、業者のヒアリングなど、下請け業者を選定する立場にあったんだ。誰でもどこでも歓迎というわけではなかったのね。ある解体工事会社の元社長さんはその元部長から、飲食代金や、ブランド品を購入した領収書を見せられ、工事を取らせるために必要だ、と金銭を要求され、合計約2億円を渡してしまったんだ。なんだか脅してるみたいで怖いわ。他の下請け業者も、工事費を水増しするなどして裏金を作り、元部長もこういった業者ばかりを、一時下請けに選んでいたんだ。自分の肥やしになる業者ばかりを選んでいたのね。そして元部長は、2017年と2018年に下請け業者から、謝礼金として受け取った所得、およそ約2億円について、確定申告をしておらず、これに関わる所得税、約8300万円を脱税した疑いが持たれている。その2億円はどこに消えてしまったの？受け取った現金は、高級会社を購入したり、海外旅行、キャバクラでの飲食費に充てていた。下請け業者さんたちも、そんな大金を一体どこから捻出していたのかしら？元部長が下請け業者との間で、受け取ったお金の一部を借金に見せかけるために、虚偽の借用書を作ったり、下請け業者側も架空の請求書を作って、余分に経費がかかったように見せかけて、所得を圧縮していたらしいぜ。偽装工作を図っていたのね。そしてこの裏金の財源というのが、所得税と住民税に上乗せされる形で、徴収された復興税を元にした復興工事費が、一部に使われていたんだ。それって、私たちの税金が使われてたってことじゃない。そして2021年6月、元部長は仙台地検に告発され、所得税法違反の疑いで在宅起訴されたぜ。元部長は容疑を認めて、一部はすでに修正申告済みとなっている。自分の肥やしのために、税金を使うなんて許せないわ。その年の12月、仙台地裁が元部長に懲役1年、執行猶予3年、罰金2000万円の判決を言い渡したぜ。元部長は少しは反省しているのかしら？ああ、この時点ですでに半分以上が納付され、その後も納税の意向を示し、深く反省しているというコメントを出している。鹿島建設に限らなくても、建設業界って本当大変な仕事だわ。建築物やインフラは、できたらそれでおしまいではないぜ。月日を重ねるごと、風雨にさらされるうちに老朽化して、メンテナンスが必要になるし、毎年のように起きる自然災害への対策も急務だ。建設業界って様々な需要がある業界なのね。今も鹿島建設は、住宅だけではなく、大きなイベントやプロジェクトに参画しているぜ。どんなものがあるの？まずは、国内初の商用ベースによる、洋上風力発電事業だ。洋上風力発電って、一般的な風力発電と何が違うの？風車による発電を、海の上で行うことが一番の特徴だな。私の中で風力発電の風車が立っているのは、海に近い山の頂上や、小高い丘のイメージだわ。広い草原や、小高い丘の上などの陸上風力発電に比べて、輸送、設置の制約が少ないことから、設備の大型化が可能で、効率的に、大量のクリーンエネルギーを発電できるんだ。海の上なら、多少の音も気にならないし、景観を損ねることもないわね。これまでに千葉県銚子市沖の沖合に、風力発電の実証研究として、洋上風力発電設備が作られたが、商用事業としてはこれが初めてになる。千葉の次は、どこにできたの？秋田県の秋田港と能代港、
ブレード直径117メートルの大型風車を、2カ所で合計33基設置しているぜ。それだけたくさんあると、写真映えもしそうね。1基あたりの発電量は 4.2 メガワット、総出力は 138.6 メガワットで、国内最大規模の風力発電所として営業されるぜ。いつから運用開始なのかしら。2021年5月に工事が始まり、2022年9月に最後の風車を取り付け完了し、12月から商用運転が開始されたぜ。安全でクリーンな発電方法として普及できれば、鹿島建設もますます発展していきそうね。実はこれら3カ所の工事は、三菱商事を中心とする企業連合がすべて落札し、鹿島建設が、オランダの海洋土木業大手、バンオードの日本法人と JV を組んで、すべての建設工事を請け負うことになったんだ。県をまたいだ一大プロジェクトね。金額の方もさぞかし大きいんでしょ。風車が合計134基、合計 174.2 万キロワットの容量で、それぞれの海域を30年占領する計画で、総事業費は数千億円と言われているぜ。さすがの超ビッグプロジェクト。価格は、1時間あたりの消費電力量29円を入札上限として、20円台で提示した事業が多い中、三菱商事は大きく下回る、11.99 から16.49 円で提示し、落札したんだ。いや、安すぎでしょ。鹿島建設もそんな安値で工事を引き受けたの。霊夢の言うことはもっともだ。当時も価格破壊、赤字入札という声が、あちこちから聞こえたんだ。ところが三菱商事は、採算を取れる値段を算出し、この値段で選ばれるなら応札しようと打って出た。3回息が取れたのは結果に過ぎない。気にしてない感じね。一体どんなからくりを使ったのかしら。そのからくりは企業秘密だそうだが、海外から高度な技術を取り入れることで、安値を打ち出せたようだぜ。実際に工事を行うのは、鹿島建設と JV の企業なんだから、余計なとばっちりが来ないといいわね。そして、2026年の完成を目指す、同じく秋田県の成瀬ダム。これは鹿島建設が2009年に開発を始めた、全自動施工システムクワッドアクセルが、初めて導入されているんだ。たくさんの重機が動いているわね。って、あら、人が乗ってないわ。どこから操作しているの？作業員はなんと、神奈川県の施設から、モニター越しに監視をしているぜ。神奈川。AI に、ダムで使う砂利の形状や色をあらかじめ学習させておいて、砂利が含む水分量も自動で計測してくれる。これで、現場の作業員を9割も減らすことに成功したんだ。作業の手が減る上に、作業員さんの安全も確保できるから一石二鳥ね。さらに機械なら疲れ知らずだから、時間や天気を気にすることなく作業を続けられて、効率も大幅にアップしているようだぜ。AI だけで作られたダム、完成が楽しみだわ。でもやっぱり最終的には、人の力が必要となってくる。そこで鹿島建設は人材確保のため、2024年4月から、基本給を引き上げるベースアップと、定期昇給を、平均約 9% 賃上げする方針を決めたんだ。従業員さん全員が対象なの？定年再雇用者以外の従業員、約8500人が対象になるそうだ。商用合わせた年収ベースでの増額幅は、平均 7.4%。総合職は3万5000円の昇給を予定しているぜ。定年再雇用者さんの中にも、長年の経験を若い人に伝えるため、頑張っている人がいるはずだから、何かないのかしら。これまでの鹿島建設では、定年再雇用となると業務内容に関わらず、年収が減る仕組みだったんだが、現場所長など一部の役職では、定年前の年収水準を維持できるようにしたんだ。それは嬉しいわね。現役世代も長く働きたくなると思うわ。もちろん他の社員も、地方や建築物の規模により、人手不足が深刻な現場で勤務する社員さんを中心に、年収水準を上げることになっているぜ。厳しい環境にいる人こそ、良い待遇をしてあげてほしいわね。長年にわたって残るであろう建造物に携われたことはきっと自信になるし、誇りにもなると思うぜ。みんなは鹿島建設についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。